皆様こんにちは。本日はテーブル帯結びの袋帯編をお送りいたします。袋帯でもやはり使う道具はいつもの道具プラスピンチになります。ピンチの数少し増えます。小さいピンチが4つ、それから大きいピンチ2つ、合計6個用いてテーブルで袋帯を作ってそれをよいしょと背負うやり方になります。それでは実際にテーブルの上で袋帯を作ってみましょう。ごめんなさい、帯枕で、帯揚げ、そしてですね、私はゴムを使っております。このような輪っかのゴムを使いましょう。で、私はですね、枕にはちょっと大きめの、袋帯には大きめのものを用いております。高橋着物工房さんの枕でデラックスタイプを使っています。で、名古屋帯の場合は私はノーマルタイプ、だいぶ違いますよね。これで、ちょっとフォーマル感を出していきます。袋帯はデラックスタイプ、それでは作っていきますね。はい、ではこの袋帯にあらかじめ帯揚げを巻いてしまってゴムで留めていきます。真ん中のところをかぶせます。そして上から3分の1のところのぐらいまでかぶせて、で、下の方はくしゃ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 っとしてなんとなく留めておく感じにしてます。ではゴムを取って、どんなゴムでも結構です。割と緩めにしてます。後ろをちょっとご覧いただくと、途中までは上はかぶってるけれども下はなるべくあまりかぶらないようにしてるんですね。理由は後ほどまた説明いたしますけれども、こんな感じです。下ギャザーを打ってます。そうしましたら今袋帯広げております。こちらが垂れの方になってます。そしてちょうどいいところ、これぐらいのところかなというところに枕を置きまして、で、大体ですね、垂れは、私の場合は袋帯はしっかりと出すんですね。大体袋帯、この帯もそうですけれども、ここが下線ですよというこのような印があるので、大体この下線ぐらいかなというところで、で、じゃあ上の方どれぐらいかなというと、私は大体これぐらいね。で、後ろからこの柄に惑わされて大きさわからないと困りますので、後ろからパクッと噛んで、で、後ろ向きにして、で、あ、これぐらいだねってこれで確認します。大丈夫だわと思ったら元の位置に戻します。はい、戻しました。ここからピンチで留めていきますね。で、帯揚げを手前に置いて帯枕の紐だけ出しますよ。こっちも帯揚げを手前に置いて帯枕の紐だけ、はい、出しました。そうしましたらこの紐をくるっと向こう側にしてくるんで、帯をくるんで、ここに小さいピンチをパチッと留めます。はい、パチッと留めます。こっちも広げてくるんでパチッと留める。はい、左右の高さ同じだなっていうのを気づいたら、そしたら上から帯の布をぐるっと巻きまして、どの辺の柄が入ったら綺麗かなというのをちょっと調整いたします。私はいつもこの辺に来るようにしてるんですね。この、線が挟ま、重なったら綺麗だなと思うようにして、この辺にしてます。で、ここがジャストなんですけれども、不思議なことにジャストで巻くと後でモリモリモリってこう巻き上がってしまうんですね。手の力っていうのはやっぱりところどころで緩むもんですから、どうしてもですね巻き上がってしまうんです。なので一旦ジャストを決めましたら、ジャスト決めましたら指2本分だけ中に折り込みます。本当はここがいいんだけど指2本分だけ中に折り込んで、そうすると垂れがご自身の人差し指1本分ぐらい、本当にジャスト人差し指1本ぐらい分になります。これぐらい先にかませておきます。左右の長さだけ合うようにして、で、ここも小さめのピンチで垂れと合わせてしまって下線で留める。ここも下線で留める。
ちょっと断面止めたらお見せします。断面はこのようになっています。これが二重太鼓の部分、外側が二重太鼓の部分、折り上げたので、この中のものと 1,2,3,4,5 5枚の布をこう挟んでます。向こうも同じになってます。5枚の布を挟んでます。そうしましたら、ここからまたもう一手間、この枕ごとぐるーんと向こう側に倒して枕をくるみます。ここにくるみます。ぐるーんと倒してくるみます。で、くるんでいるので6枚の布になります。 1,2 これが外側、折り込んだ折り上げたもの、そして向こう側、台になっているものと向こう側倒したもの、6枚の布をぐるーんと、今度は大きめのピンチの出番で、大きめのピンチで6枚の布全部ピンチで留めます。少しですね、枕の手前に余裕を残して留めてしまいます。 1,2,3,4,5,6 ここで6枚なので、大きなピンじゃないとちょっと難しいのでね、下留めます。ここも大きなピンチで留めます。そうしましたら、ここからまた一手間で、一番最初に留めたこの小さめのピンチ外してしまいます。外してしまいます。私はですね、ぐるーんと折り上げたこの布がですね、枕の、外側になるのがちょっといつも嫌なんですね。なので、ここで一旦枕を引き抜いて、この折り上げた布を向こうに倒して、そしてここに枕を入れてます。そうすると枕の、お太鼓の中がとってもすっきりとして、私はそれの方が美しいなと思ってますので、最後帯結びが終わりました時に皆様にも断面をご覧いただきますけれども、もう一回戻して、はい、戻して、これで形が整いました。そうしましたらば、帯に左手でこう上から押さえて、右手こう枕のとこパクッと噛んで、これをぐるっと裏返しします。そして手先を屏風畳み、右左右左で屏風畳みにして、最終的に手先がご自身の左側になるようにしていたします。この幅はどんな幅でも大丈夫です。これから結んでいきます。それでは結んでいってみましょう。それでは実際に結んでみましょう。ご自身の前に帯があります。それから私は、なくてもいいんですけれども、私は袋帯が、緩んでしまうの嫌なので、結ぶときにピンチ、大きめのピンチを使っています。2つ使っています。これは皆様にお任せします。それから帯板で、仮紐で、帯締め、この順番に並べておくととても作業がしやすいので、これをおすすめします。ご自身の目の前に帯でピンチ2つで、帯板、仮紐、帯上げですね、帯締めですね。でご自身の右隣に鏡、結構鏡接近して巻いていきます。それではやってみましょう。そうすると周り左になります。一回左側に回りまして、右手で手先持ちます。後ろに左手回しまして、スーッと手先を左脇から、私は50センチ強っていう感じですかね、これぐらい出しています。で、ここから巻いていきます。いつもの巻き方になります。ご自身が回ります。ご自身がぐるーっと回りまして、ここで帯持ちを
調節しまして、上下の位置大丈夫かな、またぐるっとなっています。で、一周回りましたところで右手下からぎゅーっと引き締めます。私はここでですね、ピンチを使っています。ぎゅーっと引き締めて、そして右手ピンチを取りまして、またぎゅーで20目来ましたら、たるみを送って、で20目のところに帯板中に入れて、で中央右左下に落として、でこれ帯大丈夫かなと思いながら、また今度はテーブルに向かって、後ろで今ご自身の真後ろにテーブルクロールにします。でここで右手後ろに手を伸ばしまして、下から押さえてギュー、で手先を少し右側に引きまして、斜めに下に下ろします。斜めに下に下ろして、親指の中から入って押さえておいて、右手下から取り戻して折り上げます。ギュッと折り上げて、でここで仮紐を軽くも右手に渡し、折り上げたところ緩まないようにして、よいしょ、なるべく帯の上線から持ってきて、で最初にこのように帯を作っておきますと、とにかく重いので、帯がですね、枕も重いし、ピンチも重いし、それでテーブルの力を借りています。取り上げたところが緩まないように上線ぐーっと後ろに、ね、送りまして、でここで2つ目のピンチを私は使っています。はい、これで安心です。で枕の紐を振りますけれども、大抵これ裏返しになっているので、鏡を見ながら裏返しを解いて、またテーブルの力を借ります。ここで枕の紐を探り、小指に絡みつけまして、枕パクッと噛んで、大抵ここが上がってしまいますので、上がらないように、でこのピンチあたり、大きめのピンチを持って後ろに背負います。枕の紐を持ってきまして、ここに結びます。私の場合はですね、からげるだけにしてます。左が上で、からげましたらじわー、そして上下にして、上が下、下が右で、ここもからげるだけ、本当にこれで緩まないんですよね。で左側もからげるだけ、そして帯の中にぐーっと入れてしまいます。端っこきれいになるように、ぐーっと下に落としました。で帯揚げが来てますので、これ交差させてちょっと始末して、後でしっかり結びますので、始末しておきます。でここにですね、手先をお太鼓の中に入れますけれども、もうこれで上のピンチは外してしまって、これで結構です。上のピンチ外してしまいます。でお太鼓の中に右手が入りまして、そして左手手先を取って輪を下にし、右のお太鼓から2センチぐらい出るように、はい、出ました。出ましたところで下のピンチも外します。で今度は左のピンチも外します。外しましたらば、下線のところでタレをくるりと上に折り上げて、そして手元の始末をします。手元の始末、
できたかな。綺麗にできましたね。できましたので、ここで帯締めを持ちまして、左側からお太鼓の中に入れて、右手受け取って、受け取りましたら手先ごとキャッチ、手先の中央と内面になるようにしてキャッチします。で、左側の手元ごとキャッチ、体の前持っていきます。ここで仮紐を外しちゃいます。よいしょ、仮紐外しました。あ、帯揚げがちょっと邪魔になっちゃう。ここで帯締め結びます。左が上、あ、その前に左右の長さ合ってるかどうかチェック。左が上で、じわーっと結んで、結び終わりましたら、房が万歳になるように帯締めの位置大丈夫かなってチェックします。ここで帯揚げも結んでいきますね。まず右側からねじらないように注意して、ねじらないように注意して帯揚げも結びます。裏返しになってましたので、私は3分の1、三つ折り三つ折りにしてます。三つ折りができたので、もう一回三つ折り、そして上の方、右側の方は預けておきます。帯に預けておいて、左も整えます。ねじれてないかチェック、三つ折り三つ折り、はい、左整いましたらば、先ほど預けておいた右側を取り出しまして、そして結んでいきます。中央が俵型になるように、帯揚げは中に入れて、ふんわりとして、それでも余ったものは帯の中にしまってしまいます。形を整えます。で、後ろの背中の形も整えていきます。合わせ鏡をしまして、あ、ちょうどですね、来てほしいところに来ました。で、先ほど人差し指1本分スレスレだったんですけれども、こうやって結んでる間にどうしてもこうやって広がるんですよね。ですので、あの、指2本分だけかませておくっていうのが今ここに効いてる形になります。で、先ほど1回ですね、帯枕の位置引き抜いてもう1回出しましたけども、その効果がここに出てまして、はい、このようにすっきりとなってるんですね。この折り上げたのがこの手元の後ろ側に行かないで向こう側に枕の下に行ってますので、スッキリとなってます。で、こちらもこのような形になりました。はい、いかがでしょうか。テーブル結びでの袋帯編をお送りいたしました。慣れれば10分以内で結べるかなと思います。ちょっと後ろをご覧いただきます。短くにしておいて、それで結ぶとやっぱりこのように垂れが出てきてしまうので、そこがポイントになります。はい、皆様も楽しい着物ライフ役に立つといいなと思ってます。よろしくお願いします。